何これもう行きしたよね。何これ、え、はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーです。ジャイです。はい、今回もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきます。あー、ですね、トニージャイ王国の、まあ、1エリアで今ちょっと魔女っぽい感じのあれを作ってるんですね、街並みというか。あーね、で明るい時はね結構綺麗っていうか可愛らしいんですけど、ね、普通のね、こう来てこう来てね、そう、うん、普通の家っぽいんですけど、これが夜になるとちょっとだけ不気味な感じを醸し出すみたいなね、うん、それが狙いですね。ですな、ちょっと夜にならないとまだわかんないですけど、お楽しみですな。まだ夜で見たことないですよねこれね。うん、でね、うん、まあここにはちょっと魔女っぽい屋敷が建つわけですよ。屋敷？家？誰が魔女や？ちっちゃい言ってないじゃないですか誰も。ちっちゃい屋敷みたいな作ろうかなみたいな。ミニマムの屋敷。そう思ってるんですよ。先輩そういえば入り口変えてましたね。ええ感じに。内緒やのに。あ、内緒でした？見に行こうか。はい、これもうだいぶですよね。だいぶここだいぶ変わりましたよね。そこまで強調せんでもええんちゃうか。いやだいぶですよこれ本当に。まあだいぶ変わったね。うん、だいぶ変わりましたよ。まあね、ちょっとずつトニジャイ王国も気がついたところはねちょいちょいこう触っていってるんですね。あ、はいって感じですね。ほんだら行きますかとりあえず。あね、こうちょっとなんか、お、なんやここは、切っていきますよね。通り魔ですね、これ本当はやばいですよ、ここでやったら。こう、なんか森をね、あ、ちょっと待って、木が足りないな、この辺にももう一個欲しいな。こう木、この森っぽい茂ったところをこうパカッてこう出るとこんな街並みになってるんですね。はあ、そうですね、ほんなら建築の続きやっていきますか。はあ、ね、ほんでちょっとね、完成したら夜見ましょう、夜。ああ、うん、ほんだら先輩、じゃあ、うん、もうやめてほしいですね、そういうの、うん、本当もうそれいらないから、もう やりましょう、やりましょう。ちぃ、はい、さよなら。はい、先輩。ああ、あのねあ、ちょっと聞いてほしいんですけどね。え、なんか魔女っぽいという言うよりもね、あ、なんかラスボスがおりそうな感じになってきました。やばなんか工場みたいになっちゃいましたねなんかえらい、え、おしゃれな、おしゃれっていうか、おしゃれギガギガした工場やね。そう、もう工場でええかな、もう逆に。もしここで求人募集してても一応絶対来たくないわいや楽しいと思いますよ。何作ってるかわからん。先輩どうすか。うちめっちゃ順調。かわいいっすね。かわいいっすね。まさかのかわいいが来たか。もうこれでええじゃないですか、もう。え、犬小屋ねんけど。犬小屋を見て頭引っ張ってんねん。何の家ですかこれ。え、
頭光ってんねん。ああ、もうライトつけていってるんですね。うん。僕そこ、これなんか逆向いてます。あ、これわざとですか。うん、わざと。わざとやってるんですか。わざと。え、めっちゃいいじゃないですか、これ。この使い方めっちゃいいじゃないですか。え、なにこれ。え？え、あ、覚えた。いいものを覚えました、今。社交辞令にも程があるんちゃうか。もっと心を込めて言ってもらいたいな。いやいや、込めてますよ。これどうしようかな、本当。先輩、これどうしたらいいんですか、これ。これ？はい。これどうしようかな。これだって確実に魔女じゃないっすもん。うん、魔女じゃないね。コケッコいますよ、コケッコ。あ、緑んとこ行った。先輩、ニワトリが、あ、僕んじゃ入った。入る入る、あ、入った。入りよった。先輩、先輩、緑の家、緑の家、緑の家。なんかドラゴンフルーツみたい。ドラゴンフルーツ。ドラゴンフルーツ。ドラゴンフルーツのなんか。ドラゴンフルーツ。ちょっと待って、次々に変わってるんですけど。ちょっと、え、いや、それ砂すぎでしょ、それ。ちょっと待って、それなんかもうお城作りじゃないですか、砂浜で。どっちがいい。いや、それ泥でしょ。ねえ、もうダメですって。もう遊んでんちゃいますよ、これ。真剣だよ。真剣ですよ、僕も。これ砂っていいんちゃいます。逆に試してみましょうよ、モルタルの壁。ああ、うん、これ何、コンクリート、これ何なんですか。モルタルって何なんですか。知らん。なんかでも分かった、丈夫そうやね。こっちの方がいいんかな。先輩、まあね、うん、うんうん、まあ雰囲気出ましたよ。うん、ある程度イメージはつかめましたね。うん、あの邪教の壁よりもかなり、うん、いい感じになってると思いますけどね。あの魔女を住んでそうな雰囲気出ましたけどね。うん、多分ね。ただね、これ表だけでまだ後ろはやってる。ちょっと狭い。目玉何なんですか、これ本当。ん？これ何これ、何このレール。いや、いやじゃないでしょ。何トンネルまで準備しとんすか。ごきげんよう。いや、な、何作ってんすか、これ。え、これ何のつもりっすか。うん、じゃないでしょ。ちょっと先輩、こ、家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 中途半端でしょ。いや、うん、いや、何これ、何これ、なんでトロッコ引いてるんすか。必要やと思ったから。え、何やってんすか、ほんと。いや、顎痛いになってる。いやいやいや、ちょっと、ちょ、先輩、ちょっと、ちょ、ストップストップストップ、落ち着きませんね、飽きたんでしょ。ね、先輩、まだいっぱいやることあるからね。これ完成ちゃうからね、これ。うん、じゃないでしょ。十分栄えてますよ。え、先輩、ちょっと見てください。いや、栄えてんのは分かってるんですけど、なぜトロッコやってるんですか。何気迷ったんですか。最重要項目となりました。先輩、なんか、ん、 あれですね。なんか階段、先輩の島おるときはちょっと先輩強そうになってますね、装備が。あ、ほんと、もう。ねえ、やめてもらっていいですか、そういうの。ごめん。ねえ、あ、ごめん、じゃない。まあ、こういうこともあるんだよ。え、今うちトニーが強いと思う、ね。あ、これじゃないし。何してくれてんの。え、何してくれてんのすか、本当に。もう、あの、何が目的なんすか、あれ。見れば分かるじゃない。いや、分からんでしょ。分からんでしょ。何、青空の下で気色悪い家作ってんすか、ほんま。
何ええもん使ってんすかこれ。ボス住んでそうすんの。何これもう。生き者やね。何これえ？生き者やね。ボスの生き者。今回はとりあえずちょっとまあまあまあこのイメージをつかんだってところでちょっと終わりましょうか。はあ、で次回ねあのこの街並みもちゃんとせなあかんので こんなんじゃあかんのでまだ。はい、まだもっといっぱいちょっと不気味にせなあかんので、はい、とりあえず今回はここまでですね。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジャイでした。またね。バイバーイ。もう先輩早くその家作ってくださいよ。中途半端に。ほんと中途半端なところで飽きますよね。痛いから。もう痛いからもう。ハマってる。ハマってました。あ、ほんと。怖いな。怖いな。ジェイソンみたいですね。怖っ。怖っ。ほんと。これやばいやばい。やばい、あー怖い、あー怖い、ちょストップストップ、ちょっと待って、違う。もうあの貴重な草切んのやめてもらっていいですか。本当にあの今から横やっていくんで僕は。で先輩のお遊びに付き合ってる暇はないんで、先輩あのトロッコちゃんと直してくださいよ。嫌だ本当に。もう先輩には付き合わないんで。ちょっとパコ分かってますね。え分かってます本当に。分かった。分かってない。